はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕は今神戸電鉄の永田駅に来てるんですが、今回この動画は関西の高額鉄道北進急行に乗ってきたということでやっていきたいと思います。北進急行っていうのはすごく特徴的な鉄道路線なんですけど、どういう特徴があるのか、まず1点はすごく運賃が高いという点、あともう1点はね、1駅区間しか走らない鉄道路線ということなんで、果たして北進急行どこからどこまでを結んでいるのかっていうのを確認していきたいと思います。神戸電鉄を谷上駅で下車しました。谷上ですよ、谷上。どっかに駅名表ないかな。あ、これだわ。そう、谷上。そう、全国にね、何駅かある上一族の駅の一つということなんですけど、この谷上駅から出てるのが今回の、北進急行ということなんですね。奥に緑色の電車が止まってるんですけど、あちらの車両は、神戸市営地下鉄の3000型っていう電車なんですね。ここ結構ね、山の中なんですけど、この山の中にもこれ地下鉄の車両が来るということで、そう、この地下鉄と乗り入れてるのが、北進急行ということなんですね。こんな感じで、美濃谷ってのが神戸電鉄なんですけど、これ新神戸に行くのが北進急行ということですね。京浜中央行きの地下鉄直通の北進急行の電車が出ましたね。あ、でもまあ結構空いてるっていう感じですかね。じゃあこの北進急行がどういう感じの路線形態になってるのか、路線図を見て確認したいと思います。路線図を見て確認していきましょう。で、僕が今見送ったのはこちらですね。京浜中央行きの電車ということで、この京浜山手線っていう地下鉄があるんですが、京浜山手線っていうのは京浜中央から新神戸までを結ぶ鉄道路線なんですね。で、新神戸から谷上までこの一駅区間だけ走るのが北進急行ということなんですね。これ一口で一駅というんですけども、この谷上から新神戸間っていうのが駅間がめちゃくちゃ長くて、これ 7.5 キロもあるということなんですね。まあこの 7.5 キロあるから確かに初乗りが高くなるのはわかるんですが、果たして北進急行線いくら運賃がかかるのか、運賃表を見て確認していきましょう。谷上駅の北進急行の運賃見ていきましょう。これ一駅ですよ。1駅なのに運賃が370円ということなんですね。僕昔よく高額鉄道シリーズというやつをやってたんですけども、高額鉄道ってどんなに初乗り運賃が高くても、200円台が妥当かなというところですが、この北進急行は200円台をさらに大きく飛び越えて370円ということになっています。で、ちなみに神戸の中心市街地の三宮まで行った場合、これ地下鉄の初乗り運賃もかかるので、谷上から三宮までたったの2駅ですが550円かかるということですね。この谷上から出る北進急行、なんでここまで運賃が高くなったのかという説明をしていきたいと思います。まず1点目はさっきも言ったんですけども、この谷上から新神戸一口に一駅といっても、これ駅間が 7.5 キロあるということで、めちゃくちゃ駅間が長いということなんですね。で、あともう1点が、この谷上と新神戸間っていうのが六甲山地を貫くトンネルになっていて、これ建設費がね、700億円かかったっていう、すごく工事費のかかった鉄道になっているということなんですね。それらの2つの点が合わさって、これ本来であれば運賃は440円になるはずだったんですが、ただ、兵庫県とかと、あと神戸市とかから、補助金が出て、さすがにそれじゃ運賃が高すぎるだろうってことで、この370円という運賃に収まったということですね。じゃあこの370円の乗車券を買って、今回は新神戸で降りたいと思います。370円か。
神戸市営地下鉄のこれ2000型ってやつですね。さっき3000型でしたが、こっちは一昔前のやつということですね。で2000型の向かい側に止まっているのがこちら、これ最新のやつですね。神戸市営地下鉄の6000系というやつなんですが、わーすげー、新車だ新車。フルカラー LED だとね、かなり見栄えが違いますね。じゃあせっかくだからこっちに乗っていきますかね。この新車6000系の車内がどうなってるか映していきましょう。なんか謎の穴が開いてる。穴が開いていて、2019年製造ですね。あ、やっぱり一駅間だけ北進急行ということなんで、北進急行のところだけ茶色になってますね。それ以外の地下鉄区間は全部緑ということですね。やはり 7.5 キロあるんで、一駅だけでも8分かかるというわけですね。お、車内の中吊り広告にこんなのがありましたね。神戸市営地下鉄の噂、三宮から谷上の料金が280円になるらしいでって書いてあって、え、ほんまっつってね。で2020年6月1日からやけどなっつってね。そう、これね、運賃が劇的に安くなるということなんですね。さっきあの運賃表で見たら、三宮から谷上って550円ですよね。それが約半額になるということで、え、なんでこんなこと起きんのっていう話なんですが、それなぜかというと、このね、北進急行っていうのが、これそもそもね、市営化するっていうことらしいんですよね。うん。この一駅区間のやつを、まあ、全部谷上まで市営地下鉄にすることによって、まあ、地下鉄に一線化すれば、それだけ運賃がね、安くなるということで、これが実現できるということですね。まあ、それに踏み切った理由は、まあ、やはり三宮から谷上まで往復1000円以上したら来る人が少なくなっちゃうということで、まあ、それをやっぱ問題に思った、神戸市がね、今回この、市営化することに、決まったということなんですね。北進急行をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は新神戸三宮方面地下鉄直通電車です。次は新神戸琴ノ浜神戸前です。この電車の先頭車両から4両目は女性専用車両です。新神戸で乗務員が北進急行から神戸市営地下鉄の乗務員に変わったということですね。本当に一駅しか走らない鉄道路線ということでした。じゃあせっかく新神戸に来たので、新神戸といえば新幹線ということで、じゃあちょっと新幹線でも撮影していきたいと思います。新幹線のホームに来ました。でこれ発車表を見てみると、僕ね個人的に光っていう種別が好きなんですけど、光475岡山行き、これはまあよく見る種別というか行き先なんですけど、上りのね、光586新大阪行きっていう、これちょっと見慣れない光なんですよね。山陽新幹線で新大阪行きの光ってなかなか本数が少ないんですが、これのちょっと正体を後で暴きたいと思います。おー、来ましたね。これが光586新大阪行きということですね。N700 系の8両編成の銃刀でした。まあ、これで光ってなかなか面白いですね。光というと N700 系の16両編成か、それかあとは光レールスターのアイスぐらいがね、すごく印象が強いんですけども、これも光の運用になっているということですね。でこの光5865っていうのは博多から出る臨時列車で、停車駅がね結構面白かったんですよ。なんか博多、小倉、徳山だったかな、徳山、広島、
岡山？ちょっと、停車駅がいまいちよく思い出せないんで、一応貼っておきます。This train, Nozomi 141, bound for Hakata. Nozomi 500系こだま号ということですね。以上、北進急行に乗ってきたっていう動画でした。確かに運賃は高いということなんですが、今年の6月にその高い運賃も改正されるということですね。今の370円っていう初乗りが体験できるのは6月までということなんで、この高額を体験してみたい方はぜひ谷上駅から新神戸までの北進急行を乗ってみてはいかがでしょうか。そんな人いるかどうかは分かんないですけどね。まだお住みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おまけです。ちょっとこの後帰ろうと思ったんですけど、のぞみ43の後に回送があるんで、これちょっと回送の正体を暴きたいと思います。お、わー、おー、すげー。あ、ドクターイエローだ、ドクターイエロー。今日なんか検索かなんかってことなんですかね。あ、だから今日たくさんホームに、ね、親子連れがいたんだ。あ、なるほどね。回送の正体はドクターイエローでした。日曜日だけど普通に走るんだ。おー、来た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 。おい、俺は目立つね。中古の動画でドクターイエローが映るとは思いませんでした。ご視聴ありがとうございました。